織田信成モララハ裁判で浮き彫りにフィギュアスケート界が抱える闇1日フィギュアスケートバンクーバー五輪男子代表の織田信成35がモラルハラスメントを受け当時勤めていた関西大学アイススケート部監督を2019年に辞任に追い込まれることになったとして同部の浜田美恵現コーチ63に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が大阪地裁で行われた 当日は両者が出廷。首相が食い違う全面対立のまま化身となった小田によれば、関大リンクでの練習方法が危険だからやめてほしいと提案したところ、浜田元コーチが激高。後衣室から自身の悪口が聞こえてきたり、世界選手権の会場で挨拶を無視されたりといった嫌がらせが続いたという、フィギュアの世界では陰口や陰室ないじめ、無視などが横行しているという。 選手への指導も虐待すれすれで、それが選手の精神を蝕むこともある。今回はコーチによる監督いじめだが、ある意味ではフィギュア界の抱える病巣が浮き彫りになったようなものだ。スポーツライターの小林晋也氏が言う、フィギュアは選手とコーチの指定関係が強く、昔から高圧的な指導が続いてきた競技の一つでもあります。浜田元コーチも典型的な昔ながらの指導者で、 それを本人が良しとしている。今なら完全にアウトだよねというような言動も多い。私はこれだけ選手を勝たせているのだから、という事実を後ろ盾に全てが正しいと言い続けているところがすでに古いと言えます。それでも、それも鍛錬。そういった試練を乗り越えなければ、トップには上がれないとコーチ陣に浸水し、厳しい指導に感謝する保護者も少なくない。それどころか、 自分の子供が厚遇を受けられるよう、保護者が率先して別の生徒やその保護者を貶める行為も常態化しているというのだ。保護者の間でも未だに勝たせてもらえれば子供に何をしてもいい。殴ってもいいという人がいますが、一方でそれではいけないという目覚めも出てきている。裁判はあくまで司法の上でのこと。仮に浜田元コーチが裁判に勝ったとしても、 その指導法がすべて正しかったということではないと思うし、それを縦に同じ指導を続ければ、選手に敬遠されるでしょう。前出の小林氏、先月9年ぶりの現役復帰を果たし、リンクに戻ってきた小田。閉ざされた時代遅れのリンクに風穴を開けることができるか。判決は来年3月2日に言い渡されるコメント、裁判は時間かかりそう、記事を読んでいて、そういえば最近思ったことを思い出した。 思春期から青年期前期の疲労骨折。氷の上でジャンプして着地した時の足腰にかかる負荷は相当なものだろう。ちょっと調べただけでも、ジャンプしての着地で股関節には体重の6倍。片足立ちで体重の4分の3。そして身体は成長し続けている野球の佐々木明望み投手は18歳時まだ骨が成長しているということで、 一年間本格的な投球練習を回避していた。これを思えば、若いアスリートの身体は、どんな競技であっても慎重なトレーニングが望まれる。少なくても、メディカルチェックを頻繁に行って、常に身体状態の現在地を把握した上で練習ができたら、競技として、練習時間やジャンプ練習の上限ガイドラインなど必要ではないかと思った。競技年齢が若いために難しいことだとは思うが、 将来の健康も踏まえた上での勝利なら手放して喜べるけれども一般的にモラルハラスメントを感じたと本人が感じたのならばそれはモラハラに相当するのでないだろうかまたそれを証拠として提出することは難しい随時自身のレコーダーで録音録画しておくわけにもいかないだろう周囲の生徒保護者もおそらく長いものしいものに巻かれることが一般的に想像できる 閉ざされた独特の世界ならば、なおさら、その時期に当時の有能な生徒たちが離れていった。証言を求められるのを避けたのかどうかはわからない。もらはらをしている側は、それに気づかないことが多い。だから、自覚がない傾向にある。また、同時にハラスメントを受けたという側も、ナーバスになる元々の性質があるのかもしれない。選手と、その保護者からしてみれば、ギリギリの厳しい練習に耐え、 試合で勝てるなら、それが一番だと思う傾向にあるのでは、どちらが悪いということではなく、これからの新しいフィギュアの指導のあり方が問われるかと、浜田美枝氏は現在、木下スケートアカデミーの GM で、現在もシニアジュニア含め世界で活躍する国内外の選手を指導している。特にジュニアではよく見かける。小林信也氏が述べている。 浜田氏に今なら完全にアウトだよねというような言動も多いが、現在も事実とするなら、今後被害者が出る可能性のある重大事である。噂レベルで言うのではなく、ちゃんと証拠を示してほしいと思う検索してみたが、小林氏が証拠を示している記事は見つからなかった。多くの有望な選手たちが関わっていることなので、 事実がどうなのかちゃんと明らかにされるべきである。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。